皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。ドコモショップの店員がお客さんに向かってクソ野郎というメモを書いていたというのが大きな問題になってますけれども、この問題はともかくね、とにかくドコモショップ自体がもうそもそもクソじゃないかということをね、皆さん大きく感じてるんじゃないかと思います。ドコモショップはですね、つい最近ギガホプランとかっていうのを新しくまたプランを出しまして、うちにも届いたんですけど、ギガホプランにするとお得になると。で、いや、半年前にギガホプランになった時に聞いたら、いや、今のプランの方がお得ですよって言ってたのに、いや、お便りではギガホプランになるとお得になる。で、じゃあそれ手続きしようかと思ってドコモのネットに行ったら、もう本当にドコモのネットが使いにくくて、クリックを押すたびにあちこちウィンドウが開いてしまうという、どういうアホな設計になってるんだみたいなことで、仕方がなく来店予約して、いや、その本当にどっちが得なんだということで行ったところ、まあ、そもそも今ドコモショップというのは、予約制になってまして、かつてのように番号札引いてじゃなくて、もう完全予約制になってるから待たされないのかと思ったら、その時間に行ってもなぜか10分以上待たされて、でね、挙句の果てに本当ね、いつもドコモショップのいらないサービスなんですけど、わざわざカウンターから接客する人が出てきて、椅子を引いてくれるんですけど、もうそんなね、椅子ぐらい自分で座れますから、高級レストランじゃないんだから、そんなカウンターからいちいち出てきて椅子引かなくていいから早くやってくれみたいな話なんですけど、で、じゃあギガホプランがお得ですみたいな話になったんですけど、なんとかかったのが1時間半ですよ。3回戦あったということはありますけれども、ギガホプランがお得ですっていうお便りが来てて、3回戦変えるのに1時間半も人が接客して、どんだけ無駄な人件費使ってるんだっていうことで、しかもそのね、必要な説明をしてこちらがごねていたっていうなら、ともかくそうじゃなくてもいらないキャンペーンの説明とかね、そもそも前のプランが複雑しすぎて、このプランを解約するともう二度と戻れませんみたいな話とか、今度のプランはこうであれこうで、これをつけるとこうであれ、これをつけるとこうであれみたいなのとか、なんちゃらカードがあるとかね、アプリがどうのとか、もう本当にいらない説明ばっかで、それで1時間半もかかるっていうね、もう本当ね、で、結局なんでそんなアホみたいなことになってるかっていうと、複雑な料金体系にして、しかもコロコロ変えるからいけないんですよ。ついこの間はね、なんかシェアパックとか言ってたのに、今度はギガホプランだっつって、でしかもギガホプランなのが謎なのが、30ギガなんですけど、今なら60ギガキャンペーン中ですと。60ギガになると。すごい。それでもキャンペーンなんでしょ、いつ終わるんでしょって言ったら、わかりませんって言われて、いつ終わるかもわからないのに、すごいでしょって言われても、いや、それ、じゃあ、ね、1ヶ月で終わるかもしれないし、半年なのか、それによっても判断基準が違うのに、みたいなことで、本当にね、複雑な料金体系とか、無駄なキャンペーンとかが多すぎて、で、結局そのためにスタッフを雇って、人件費かけてね、店舗のコスト払って、長い説明して、お客さんにね、不便をかけて、結局そのせいで通話料金とかね、料金体系が高くなってる。もうね、シンプルなプランにしても、3つのタイプから選んでくださいみたいにして、ウェブで全部やれますみたいにすればいいのに、で、どうしてね、もう本当ね、ドコモショップクソ野郎事件に思いますけど、ドコモショップ自体がクソな存在で、もういらないですよね。だからもう複雑な料金体系やめて、ドコモショップなんか全廃して、でね、別に iPhone のことは Apple に聞けばいい話の話だし、もうね、本当ね、謎ですよね。もうね、クソ野郎っていうのはね、もう本当に氷山の一角で、もうドコモショップ自体がいらない不要な存在。もうね、さっさと、もうシンプルな料金体系にして、その分ね、ショップとかもスタッフとかいらないので、もうウェブを使いやすくして自分で簡単にね、最適な料金プランになるようにしとけば、ね、なれるようにしとけばいいっていう話なので、ぜひね、ちょっとドコモショップもどうにかしてほしいなと、皆さんきっとそう思ってると思うので、ぜひそうなっていただきたいなと思います。